はーい、男でーす。本日もお疲れ様です。今日もマインクラフトの難しい実績解除、トロフィーの取得方法ですね、の解説の方をやっていくんですけども、本日やるのが、つないで利用っていう実績解除、トロフィーの取得方法になりますね。で、これの内容というのが、少なくとも5頭のラマがいるキャラバンを率いるっていう内容なんですけども、まあ、要するに、5頭のラマを捕まえて、ちょっとうろうろするっていう、だけの内容になるんですよね。それだけで、取得できる。実績解除トロフィーになりますんで、ぜひこの動画を参考に、まだ撮ってないよって方はチャレンジしてみてください。よろしくお願いします。まずラマの生息地帯なんですけども、今見えてる草原やサバンナに生息する動物になりますね。ちょっと緑が色あせたような土ブロックや、あと独特の木、アカシアの木っていう、今自分が右手に持ってるんですけども、中が赤い木が生えてるのが特徴になりますんで、それを目印に見つけていただければなと思いますんで、よろしくお願いします。では早速捕まえに行くんですけども、必要になってくるものが首肝になりますね。で、5頭捕まえるから5個必要じゃんと思われるかもしれないんですけども、ラマの性質上、1体捕まえて、近くにいるラマの方に近づいていくと、その後ろに列をなすっていう習性がありますんで、それを利用して取得するような内容になりますね。では早速捕まえに行くんですけども、まず近くにいるラマさんを見つけていただいて、まあそこにまず2匹いますんで、ちょっとはぐれてる一体だけを捕まえて、あそこに近寄ってってみれば、どういう習性かっていうのが見て分かってもらえると思うんで、まず一体を首紐で捕まえまして、先ほどいた二体のところですね、に近づいてってもらうと、なんか仲間だと判断されるんだかなんだか分からないんですけども、自動的にこうやって後ろについてくるようになるんですよね。首紐なくても。で、これを利用して今3頭なんですけども、あと2頭、近くにいるところにこうやって行くと、自動的にどん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 後ろに列なしていくんで、それで5頭なった瞬間に実績の方が解除になりますんで、今もう5頭なんで、この時点でもう実績の方は、取得できますんで、すごく簡単に取れますんで、まだの方はぜひこれを参考に挑戦してみてください。で、おまけになるんですけども、結構ラマが可愛らしい動物で、中には飼いたいよっていう人もいると思うんで、ラマについて少し話していければなと思うんですけども、全部でラマが4色生息してまして、右からホワイト、グレー、ベージュ、ブラウンになりますね。で、見分けが大変なのがこのホワイトとグレーで、今隣同士にいるので、すぐ見分けられると思うんですけども、こう一体一体だと、なかなかこれがグレーなのかホワイトなのかっていうのが見分けがつかないのがあって、もし全色揃えたいっていう方は、結構ちょっと見分けるのが大変だと思うんですけども、その辺ちょっと頑張って探してみてください。懐かせると、チェストの方を装備させることができまして、今目の前にチェストを装備させたラマが2頭いるんですけども、なぜ2頭いるかっていうと、そのラマの個体差によって、チェストの容量が変わってくるんですよね。で、今、右側のラマの方が、3つしかアイテムしまえないのに対して、左側のラマが15個、最大ですね、これが。アイテムをしまえるようになってまして。で、数っていうのが、最小が3、で、次が6、で、9、12、15ってくるんですよね。で、この最大の15を見つけるのがすごい大変で、何十頭に1頭か何百頭に1頭しか出会わないんですよね。で、そこまでする価値があるのかっていうと、今、シュルカーボックスだとかいろいろあるんで、わざわざラマをね、連れて冒険に行く人とかもいないと思うんで、だったら、こうラマさんに、このカーペットとかで装飾してあげた方が、おしゃれでいいのかなと思います。今回の動画が参考になったり、良かったなと思う方は、ぜひチャンネル登録と高評価の方、よろしくお願いします。